パレルモ県はイタリア共和国シチリア州に属する研究行政区画の一つ。県とパレルモはシチリア州の州都でもある。法制上の位置づけは2015年9月4日に従来の県から大都市県に移行した。イタリア5番ウィキペディア等では廃止されたプロビンシアディッパレルモと新設されたチーターメトロポリタナディッパレルモが別項目になっているが、 便宜上双方をパレルモ県として本校で扱う。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。シチリア島北海岸中部に位置する県でティレニア海に面する。県とパレルモはトラーパニから東北東へ約 75km、アグリジェントから北北西へ約 92km、エンナから北西へ約 101km、カターニアから西北西へ。 1> 約1 6 6キロメートルメッシーナから西へ約1 9 2キロメートルの距離にある。ティレニア海上のウスティカ島も県域に含まれる。隣接する県は以下の通り。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口2万人以上の都市、集落は以下の通り。パレルモ県には82のコムーネが属する。主要なコムーネは 下表の通り、左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。パレルム国際空港は、共に、統治出身で、マフィア撲滅に尽力した者の,のマフィアによって、暗殺されたジョバンニ・ファルコーネ及びパオロ・ボルセリーノの、両判事を記念して付けられたものである。ありがとうございます。